皆さん、こんにちは。Ensemble en français講師のレミです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。昨日、母から荷物が届きました。とっても嬉しいです。その荷物の中に、私が大好きなジャムもありました。それは、フランスの海外圏のレウニョン島のバナナジャムです。とっても美味しいですよ。ところで、ジャムの瓶はフランス語で何というかご存知でしょうか？ Un pot de confiture.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 瓶のドルエゴとしてボカルという言葉も使えますよ。でも、ジャムが入った瓶と言いたいときによく使うのは un pot de confiture ですよ。皆さんはどんなジャムが好きですか？コメントに教えてくださいね。それでは、あ、bientôt!